ユーローは、五漢から五個十六国時代にかけて、外満州付近に存在したとされる民族。古の縮身の末裔とされ、義大、新代でもそのまま縮身と呼ばれ続けた。ユーローの故障は、彼ら自身の自称ではなく、矢尻、やや後の後ろく、甲などの音訳と考えられている。二世紀頃の遠い諸国とユーロの位置、代以降は、に従属していたが、が税を課したため、 義の起発年間に反乱を起こした。付与は何度か、ユーロを討伐したが、独立し、義への徴降を行った。明帝の清流4年5月、祝神は矢を献上した。元御門の経営元3年4月、両党軍の報告で、祝神国の剣士が重役入校し、長さ3尺5寸の弓30丁、長さ1尺8寸の矢、石石弓300枚、川骨鉄雑鎧20両、 天賀は四百枚を献上してきた。元帝は、御子と乗りで勝負に帰属させ、その王に二色と、綿白を賜った。四世紀頃の遠い諸国と遊老の一、武帝の皆、年五年十二月、祝神は、史跡を献上した。東神の元帝の大公二年八月、祝神は、皇等に詣でて、史跡を献上した。聖帝の時代、あと、朝の石虎に長考した。 全身の府県が河北を統一すると、祝神は矢を剣じた。その後は、木っかつと名称を変えてゆく。三国志には、付与の東北線与里のところにおり、大会に面し、南は北坂地祖と境を接し、北はどこまで及ぶのかわからない。その土地は、険しい山地が多い。気候は寒冷で、付与よりも厳しいとあり、外満州の松花井流域に居住した。 ユーロの生活スタイルは、その遠い諸国の中では極めて得意である。まず、ユーロ人は地上に家を建てず、地下に縦穴を掘り生活する。縦穴は深くかつ大きいほど尊ばれたという、住居を地中に構えたのは、防寒のためと考えられている。さらに、部屋の中央に置いた尿を溜めた容器を囲んで暮らし、その人尿で手や顔を洗ったという、尿に含まれるアンモニアは、 弱アルカリ性のために、皮脂汚れを落とす効果があり、古代ローマでは回収した尿で洗濯する業者がいた、ことが現代では知られているが、当時の中国大陸では、そのような習俗はなく、三国史や五漢書では、その人々不潔その人々衆へ不潔と表している。また、有老人は、養豚が盛んで、豚を主食とし、豚の皮を着物にした。 夏にはほぼ全裸でわずかな布だけで前後を隠したが、冬には豚の油を体に数センチもの厚さに塗って風や寒さを防いだという。食事をするときに他の遠い諸国では祖父と呼ばれる食器を常用していたのに対し、有老人は祖父を使う習慣がなく、金や瓶や平皿を用いて炊事や食事をしていた。五感書、三国市では 当意の中で州族が最も無規律なも、人が少なく、険しい山に住み、州は、規律に服さず、総選が巧みでしばしば近隣諸国を、あだ役したとも記されている。また、有落ちの大人を一つの血族が継承する州族があり、これは、近隣の付与や、要素が抗議による選挙で大人を選んだのとは、対照的である。有老人は、弓矢に長けており、必ず人の目を嫌てる。 矢には毒が塗られており、人に当たれば死に至る。石製、または鉄製の矢尻は先端が鋭利で、血抜きあるいは毒を塗るための溝や凹みを設けており、精巧な作りをしている。男性は女性の頭に羽毛を刺し、女性と和んだらすぐに自分の家に持ち帰って、婚礼の儀を取り行う。死者が出たらその日のうちに木を交えて、昇格を作り、 死者の糧とするために、蝶を殺してその上に積み、塗装する。また、男子で泣く者は、男らしくないと言われるため、父母が死んでも、男子は泣かない。最大の罪である窃盗をした者は、その盗んだ者が多かれ少なかれ死罪となる。ユーロの言語について、中国の司書は、言語は、得意と記しており、当時の東北アジアの中でも、独特の言語を使用していたことがわかる。 ユーローには統一的な指導者は存在せず、ユ落ちごとに大人がいた。五国、麻布、赤玉、良質の点を算出。主な食料調達手段は、漁業で巨網や釣り竿が見つかっている。ついで農耕や養豚。他には、狩猟や養犬も行っていた。寝代の記録では、馬がいるが、騎乗はせず、牛と羊がいないが、 多くのイノシシを飼っているとあり、家畜は彼らの財産であった。また、遺跡からは、イノシシと共に、多数の魚や犬の骨が発見されているが、牛や鹿など他の動物の骨はあまり見られない。アルタイ語系語源文化比較研究三章2節、ユーロの言葉は、付与の言葉と違うため、一旦、付与語に通訳してから、漢語に通訳したものと思われる。列伝第 言語、独異、北市列伝第82、言語、独異、白鳥倉吉、祝信公、ハクは、果たして難民族とみなすべきか、郊外軍、通り古各族系的後期、白子ゴロフ著、川久保定郎、田中勝巳役、白子ゴロフ北方、ツングルスの社会構成、三上次を、古代東北アジア史研究三国史では、牛がいると記す。 通りフル各属系的後期 P50 から51参照ありがとうございます。